はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で何を知るあなたにお届けできればと思います。はい、この間ですね、ゴールデンウィークで、長崎に帰らせていただいたんですけども、その時に皆あの患者さんにですね、お土産として、こちら、はい、長崎物語っていうお菓子をですね、お渡しさせていただいてるんですけど、これ僕も初めて食べたんですが、甘くて美味しかったので、もし甘いのが好きな方は食べてみてください。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、足首から膝の水を抜いていく方法についてお話ができればと思います。はい、でなぜこの話をしていくのかっていうと、膝に水が溜まりました、じゃあ注射でしか抜く方法はないのかっていうと、そうじゃないです。基本的に膝に注射をして水を抜いたとしても、ねじれですね、膝のねじれの要素とかが加わってると、またそれによって膝に負担がかかってきて、水が溜まってきてしまって痛みが出るってことになってきますので、根本的にですね、膝に水が溜まらないようにしていくためには、膝以外のところですね、っていうのを見ていく必要があるんですよね。はい、でその理由として、一つ機能、お尻の筋肉ですね、が硬くなると膝がねじれてくるから、ストレッチをやってくださいってお話をしました。なので今日は足首の筋肉を見ていくんですけど、じゃあ足首の筋肉といっても、どこを見ていけばいいのかっていうと、はい、後頸骨筋って言われるものですね。後ろの頸骨の筋肉で後頸骨筋って言うんですけど、じゃあそれがどこにあるのかっていうと、はい、こちらですね。はい、ふくらはぎのね、奥の方にある筋肉です。はい、これ後ろから見てますよ。膝の裏ですね。で、こちら前なんですけど、この裏のここ青く光ってるとこですね。結構ね、中の方にベターっとくっついてるような筋肉です。で、この筋肉は足首をですね、下にグッと倒してくれたりとか、内側にこうひねってくれるような作用っていうのを持ってます。はい、でなんでじゃあですね、この後頸骨筋に膝の痛み、あるいは膝に水が溜まることに対して、この後頸骨筋を見ていかないといけないのかっていうと、この筋肉っていうのは膝の安定性、ごめんなさい、足首の安定性に関与してます。足首の安定性ですね。はい、でどういうことかっていうと、これちょっと見てほしいんですけど、歩いてる時にですね、この状態からこういう風になるわけじゃないですか。これ人を左から見てますよ。左から、左足を前にポンってついて、そこからグッと曲がってると思うんですけども、この時にしっかりこの足首ってところが安定してるから、その上の膝だったりとか股関節、あるいは上半身っていうのが上手に乗ってくるわけなんですよね。はい、なんですけど、この後頸骨筋っていうのが硬くなってくると、この足首ですね、足首での安定っていうのが得られなくなってきます。足首の安定が得られなくなってきます。そしたらどうなるかっていうと、膝に負担がかかってくるんですよね。はい、皆さんにもね、実際にちょっとやっていただきたいなっていうふうに思うんですけど、はい、ちょっと極端なやり方やりますけど、足首をですね、こういうふうに普通にこういうふうに歩いた時と、ちょっとこう内側ですね、小指が下に床につくような感じでこう歩く時って、どっちに膝に負担がかかるかっていうと、明らかにこっちの方が負担かかりますよね。はい、この頸骨筋、後頸骨筋っていうのが安定性が得られなくなる、つまり硬くなったりとか、柔軟性が悪くなってくると、足首による支持っていうのができないので、土台がグラグラしてきてしまいます。そうするとグラグラするもんだから、膝の内側外側とかいろんなところに負担がかかってきて、水が溜まってくる。つまりさっき言ったこの膝が曲げ伸ばしだけじゃなくて、ねじれですね、ねじれの要素っていうのがこう入ってくるもんだから、ここが痛いとか水が溜まってくるってことが起きてくるわけです。はい、なので膝に水が溜まることに対して、この足首を見ていくことっていうのが非常に大事になってきますので、今日はそのストレッチ方法を今からお伝えできればと思います。はい、でやり方なんですけど、2つちょっと今日はお伝えしていこうかなと思います。まず1つは、膝が痛い人ですね、膝が痛い人、痛い人って言っても、
グッて曲げれない人ですね。グッと曲げれない人に対して一緒にちょっとやっていければと思うんですけど、まずですね、やりたい方見つけてください。まあ右足が痛いのであれば右側をこういう風にやってください。これ痛い人はですね、曲がるとこまででいいですよ。痛くないとこまででいいので曲げていただいて、でその状態で足首をですね、靴下ちょっと脱いでください。はい、ちょっとズームしますね。はい、で今からですね、こういう風に組んでいただいた足を自分の逆の手ですね、右足をやりたい方は左手で握手をグッとしていきます。握手をグッとしていきます。はい、もうほんとグッと入れてあげてください。これが中途半端にこんな感じ、隙間がこうあったりとかするとあまり意味がないので、一本一本ですね、しっかりグッと奥まで入れてあげてください。足首が硬い人はこれだけでも痛いと思います。はい、で握手をすることができたら、この状態で軽く足首を掴んだままですね、ぐるぐると回していきます。足首を回していきます。はい、でこの時にポイントがあるんですけども、足首をこう回して上に来た時はですね、指をしっかりこうやって反らしてあげてください。で逆に下に来る時はこっち側ですね、こっち側に指を倒す、反らす、曲げる、反らす、曲げるって感じですね。それをリズミカルにゆっくり大きくやっていくような感じです。これを20回ほどやってあげてください。はい、で終わったら次反対回しですね。反対回し、今こうだったのでそれに対して次反対回しですね。反対回し、はい、これも一緒ですね。反対回しでも反らす、曲げる、反らす、曲げる、反らす、曲げるっていうのを意識してやってあげてください。はい、でこれがですね、20回ずつ終わった方は1回ちょっと立っていただいて、はい、ちょっと歩いてみてもらってもいいですか。はい、さっきよりですね、やった側の足がこう軽くなる感じですね。あとは足首がしっかりこう安定するような感じが得られると思います。はい、そうすることによって足首にかかってくる、あ、ごめんなさい、膝にかかってくる負担を減らすことができますので、まあ、今のはですね、膝が曲げて、ぐるっと曲げて痛い方は一つ方法としてありますので、やっていただければと思います。で今からお伝えするのはですね、足首、ごめんなさい、膝の痛みがあんまりない人、ぐっと曲げても別に痛くはない人にちょっとやってほしいかなと思うんですけど、はい、まあこっち側ですね、こっち側やりたい方がこういう風に曲げてもらって、まあ、クラウチングスタートですね。はい、短距離走のクラウチングスタート、まあこういう姿勢ですねを取ってもらいます。で両手をまあ膝に軽く当ててもらって、ここから体重を前にですね、グッとグッとかけていきます。はい、でこの時にかかとが浮かないように気をつけてください。ちょっと見やすいようにこっちでやるんですけど、この時にですね、こうやってかかとが浮いてしまうとあんまり意味がないので、かかとが浮かない範囲でいいのでこっちにぐーっと倒してあげてください。はい、そうすることによって後肩骨筋っていうのにストレッチがかかってきてくれるっていうのがありますので、まあ、この状態で深呼吸をしながら30秒やっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう感じですね。はい、いかがだったでしょうか。今日は、足首ですね、足首の柔軟性、安定性をしっかり作って、膝のこうねじれの要素っていうのを減らして、膝に水がたまらないようにしましょうっていう方法をお伝えしましたので、ぜひですね、該当する方はやっていただければと思います。はい、そしたら今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛の治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。